皆さんこんにちは。岐阜県のご当地アイドルルート25っぱのみかんです。みかんクッキング、今回みかんが作るのはじゃん、熊崎はるかちゃんの初めて作るキムチチャーハンです。はい、前は野島かのちゃんの醤油チャーハンっていうのを作ったんですけど、今回はねキムチ風のチャーハンを作っていきたいと思います。それでは早速、まず材料から紹介したいと思います。まずご飯、そしてキムチ、これもお好みですね。はい、そしてウインナー、ウインナーは2本です。これはちょっと2本以上入ってるんですけど2本、そして卵1個で、あとは調味料なんですけど、調味料は塩コショウと、間違えたごま油と、砂糖ですね。ちょっとこうそんなアップしないとはい、砂糖と、ちょっと使いかけなんですけど、中華の素です。はい、ということで作っていきたいと思います。まずねウインナーを何かくまちゃんのレシピにはウインナー切るとかをちょっとね書いてなかったんですけど、ウインナーをまあ食べれるサイズに切るんですけど、おお、どうやって切ろう、輪切りでいっか。前は斜めに切ったのかな。そう、みかんね、前ね、お家で料理をした時に、なんか丸いものを切ったんですよ。こういう転がるウインナーみたいな感じので、それでちょっとなんかコロンって滑ってて、もう滑ってなんかその食材何を切ったのか本当に忘れちゃったんですけど、こうやってちっちゃくなった時にもう手でこの持つとこがないってなって、こうやってやったら包丁だけでやったら、手をね、指をねちょっとだけなんですけど切れちゃって、痛ってね、そんなに痛くなかったんですけど、ちょっと痛い感じだったんですけど、後からじわってめっちゃなんだ血が出てきて止まらなかったっていう、だからそれがあってからなんで、ちょっとね包丁を使うのがちょっと怖くなっちゃって、でも今回はなんとかできました。はい、次は卵を割ります。片手割りいきます。あ、もういい感じ、やばい、もう手慣れてきてますね。卵を割るのはちょっとみかんにお任せください。殻も入ってないよね。はい、入ってないよね。大丈夫だよね。はい、これを卵を溶きます。でもまだね、片手割りはできるんですけど、両手で卵を割るのはやっぱりね、一応できるけど、その割れた後に黄身が潰れちゃう。まあでもね、練習、経験あるのみなんで、たくさん挑戦して両手割りも頑張りたいと思います。はい、ちょっとさっきね、材料で言い忘れたんですけど、最初にフライパンで炒めるときは普通の油をまずかけたいと思います。で、途中でこのごま油を入れます。はい、やばい、さっきからもう本当にね、お腹がグー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 なって、もしかしたら聞こえるかもしれない。あ、お腹空きましたね。はい、ちょっと喉の声が鳴った。重いのかな、熱い。これ初めてのフライパンだからさ、これタルトが使ってるやつ、すごい持ちやすい。重たいね、びっくりした。はい、多分いいと思います。
じゃあ油を敷きます。重たい、すごい、たぶん筋肉つくかな、これ持ってたら。はい、ちょっと待ちますね。結構熱されてますね。はい、じゃあキムチ、ウインナーを炒めます。キムチね、これそのまま全部持ってきたから、どんぐらい入れるんだろう。あ、1人分なんで、お好みでって書いてあるんですよ。だからどうなんだろう、わかんない。どんぐらいでいいかな、少ないかな、わかんない。どんぐらいで、はい、キムチとウインナーを入れます。よいしょ。キムチチャーハンってなんかあんまりないよね。どんな味するんだろう。で、ここに砂糖を加えます。砂糖を少々なんですけど、どんぐらいかわかんないかな。多すぎ、はい、甘いんです。何、甘くなっちゃう。甘いのってどうなんだろうって。ああ。多分砂糖でどうなんだろう、甘くな、甘辛くなるんかも。うん。はい。まだかな、甘いかな。そしてこれにご飯を入れます。もうちょっと炒めますね。ご飯を入れてキムチ色になるまで。そう、ご飯の色が、そう、キムチっぽい色、オレンジっぽい色かな。オレンジ、赤、何色って言うんだろう。そう、みかんね、今回ね、大盛り買ってきちゃったんですよ。なんかちょっと、なんだっけ、150g のもあったんですけど、なんか見た時に、なんか少ない、あれ、これめっちゃ少なくないと思って、でも200がなくて、もう倍の300しかなくて、まあいっかなと思って。みかんあんまり大食いじゃないんですけど、すぐお腹いっぱいになるんですけど、今日はね、お腹空いてるんで多分食べれると思います。熱っ、熱い熱い、ね、熱いよ熱いよ、ね、熱い。入るかな、ちょっとなんかいっぱいになっちゃった、どうしよう、どうしよう、全部入れたらパンパン入る。ちょっとこんぐらいにする、なんか微妙にちょっと甘い。フライパン的にあんまり入れると、これをさっき言ったようにキムチ色になるまで炒めます。でさ、なんか今までこの料理動画を撮ってきて、ファンの方がコメントでね、いろいろね、アドバイスとか教えてくださったりしてるのを見てて、なんか、なんていうの、チャーハンはさ、なんかこうやって、なんていうの、振る？振るっていうの、説明ができないけどさ、あ、やばい、こぼれた。こぼれちゃった。振るっていう。だってできんよね。ね、どうやってやるの、重たいんだけど、めっちゃ。みんなできるの、怖い、できない。で、やり方教えてください、コツ、あ、なんか、あ、忘れた、卵。うん、重た、卵大丈夫、最後に入れたらいいんじゃない、最後。え、味付けしてから、じゃあ。する前。あ、じゃあ今か。うん。辛くないな、これ。うん？辛くないな、なんてな。
あいやでもパラパラじゃなくてもみかん好きだから、しっとりチャーハンも好きだから。はい、やばい、熱くなってきた、火です。はい、じゃあ卵をちょっと忘れちゃったので、あの本当は最初にやるつもりだったんですけど、ちょっと今入れますね。合ってるか分かんないけど、なんかオムライスみたいなやつ。え、なんかすごい、え、今度あれ色になっちゃった、キムチ色じゃなくてなんか黄色になっちゃった。なんかくまちゃんのレシピをなんか改めてさっき撮る前に確認したら、あれ卵、材料に卵って書いてあるのに、あれ卵、作り方の中に卵の話がなくて、あれ卵いつ入れるんやってなって、でね、さっきタルトとね話して、あの言ってたのに入れる順番をさっき最初に入れるって話してたのに、もう早速忘れてました。まあ、そういうとこもあるよね。はい、じゃあ、塩コショウ、塩コショウと、ここからね味付けをします。塩コショウ、中華、こっちか、中華の素、これはねもう適量なんでね、もう適当です。とごま油、あ、入れすぎ、お、入れて混ぜます。なんか箸にすごいついちゃった、熱っ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 、ここねえ、熱いよ。やばい、ちょっと本当にちょっと今回ちょっと手際の悪い、熱い、ここねえ、熱いしか言ってないし、火が強いのか、怖い、ちょっとご飯多すぎた、こぼしちゃったしさ。え、どう？あの味見しよう、味見ちょっと一回切るね。味見をしますね。ちょっと待って、これキムチ色じゃないよ全然ね、卵でね、ご飯がすごい強くなる、やっぱ順番大事だね、入れる順番。よし、ちょっと味見をしようと思うんですけど、すごい箸にいっぱいついてる。絶対熱いやん、タツ食べる。ねえ、首振られたんですけど、ねえ熱いな、絶対。え、うん、いいんじゃない、うん、やっぱりいい匂いがすごい。あ、本当に？うん、やっぱり塩コショウで、なんかみかんね、なんかなんだろう、塩味が好きなのかな、めっちゃ塩、多分塩分取りすぎなんですよねみかん。大丈夫かな将来。甘いのが好き。全然キムチの味がしなかった。少なすぎたかな、キムチ。キムチもお好みって書いてあったけど。うん、よし、じゃあこれで。オッケー。では盛り付けたいと思います。え、重たい重たい、本当に重たい、左腕が、あ、真ん中焦げちゃう、焦げじゃない、ついちゃった、ねえ、どう、ついちゃって、ここ取れるのかな、よいしょ、
はい、はい、ということで、キムチチャーハンの出来上がりです。なんか色が卵が結構多いね。はい、それでは早速いただきたいと思います。それではいただきたいと思います。いただきます。なんかやっぱりね、黄色が多いね。なんか全然キムチ、キムチ、これキムチどこだろうってな探さないとないよみたいなね。あのなんだっけ、ウインナーは結構あるけど、もっと入れればよかったかな。うん、全然キムチの味がしない。なんかキムチってさ、辛い感じじゃん。もっと入れればよかったかな。でもみかんあんま辛いの苦手だから、うん、これぐらいがいいのかな。あ、でもあのキムチの一緒に食べるとキムチチャーハンって感じ。いや、これも簡単にできるね。あの辛いのが好きな方はキムチを結構多くしてもいいと思います。で、卵の入れる順番をみかん間違えて、結構なんだろう、あ、でもパラパラ、うん、そんななんかしっとりじゃないか、ちょっとパラパラな感じもするけど、卵は多分一番最初にやればいいかなって思います。皆さんもね、あの今回のキムチチャーハン、ぜひお家で作ってみてください。はい、今回はね、熊崎遥ちゃんのキムチチャーハンを作りました。次回も何か作りたいと思うので、お楽しみにしててください。以上、ルート25パのみかんでした。バイバーイ。くまちゃん。